すごい綺麗。ここにが張ってる。マジ？ハスコチャンネル。皆さんこんにちは、ハスコです。どこに？今日はなんと日本最大のカルスト台地、秋吉台に向かっています。日本最大のカルスト台地で、面積は5400ヘクタール、東京ドーム1155個分。とにかく広いです。今日はめちゃくちゃドライブ日和。映画に出てきそうな風景で、これがカルスト台地です。今は岩と土って感じなんですけど、夏は全然緑なんですよ。こっちも好きですけどね。到着しました、秋吉台。日本最大のカルスト台地です。チャンネル。田舎ですね。今から秋吉洞に行きます。日本最大級の鍾乳洞です。秋吉洞は5回目なんですけど、すごく久しぶりです。風強っ。ないです。思ってみない。もっと昔は栄えてたような気がしますけど、今日が閉まってるだけ。全然空いてないです。人も全然いない。秋吉洞に近づくにつれ人が増えてきました。やっと着きました。受付はここで。10分くらい商店街を歩きました。チャンネル。行きまーす。おー、足場は濡れてますね。世界に来たみたいな。うわ、落ちたら怖そう。暗い。異世界みたいで綺麗です。語彙力なさすぎ。はあ、すごい。
ちゃくちゃ神秘的。すごい。観光客、海外の方とかも結構今日多いです。すごい綺麗。すごい。ユニバーサルのバックトゥーザフューチャーの恐竜が出てくるところの世界みたいです。つらら？つらら？ラララ。結構階段も多いし、私こんなに体力なかったかなって思いました。パワースポットなのにパワーを使い切らないでね。雲までいるらしい。ポンコツハスコが引っかからないだと。ここを最大路線と呼んでおります。雨が降ってるみたいです。この通路の下が、やっぱりね。またこの辺りの石灰岩には。ここから入ってきて、こう歩いてきました、何が見えるのでしょうか。ここエレベーターじゃなかったっけ。歩くの？これは地球の起源表した。今から帰る、降りるんですけど、帰ります。体力のなさを実感しました、ソフトクリーム食べよっと。食べることばっかり。何にしよう。いや、夏みかんかな。もっと食レポ頑張ろう。夏みかんソフト甘酸っぱくて美味しかったんですけど、こう歩きながら自撮りするじゃないですか。で、なんか個人的にこう下から撮る方が鼻が高く見えるんで角度が好きなんですけど、そうしたらここ二重顎がやばいな。まあ、やっぱり YouTube を始めて、結構そのやっぱり美味しいものを食べる機会が、ご飯を食べる機会が増えたといいますか、結構その家にいる時は
寝てることが多くて、ご飯なんかもういいやって思っちゃって食べない時とかも結構あったんですけど、ここ最近はやっぱ外に出たらそれだけ食べちゃうのでそりゃ太るわ。あつこチャンネル、体力のなさがなさにびっくりしました。お茶がない。意外とあの帰りは動くのであったかかったです。わかりますかね。ここここここ蜘蛛の巣。いやだ、蜘蛛の巣張ってる。蜘蛛がいるってこと。ここ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 蜘蛛の巣。いやハウトゥー動画を撮った時にかなり車内を結構オープンにしちゃったんで、その時に雲が入ったとかですかね。なんかわかる方いたらちょっと教えてほしいです。これ大丈夫大丈夫。え、そう、雲は苦手じゃないんですけど、こういうことってあるのかな。大きい雲とか出たらどうしよう。クモがいました。ここ、クモいる。やだ、あ、開けてみます。これどうなるの？このやり方で合ってたんでしょうか？いない？逃げてくれたかな？わかんないんですけど、今からちょっと移動します。実は退治しきれてなくて後日外に逃がしました。こんなことってあるんですね。晩ご飯を食べに来ました。もちろんラーメン。本当はダイエットということで食べない予定だったんですけれども、せっかく遠くまで来たので人気のラーメン屋さんが通り道にあったので寄って食べることにしました。今回立ち寄ったラーメン屋さんはラーメン楽。角島の通り道だし人気のラーメン屋さんです。ハスコは豚骨派なのでこの豚骨ラーメンめっちゃ美味しかったです。平日だったんですけど結構客席は満席で人気のラーメン店でした。
市では大学長が卒業生の代表に今から帰ります。ご視聴ありがとうございました。またねー。